jack. Time to jack. Time to jack. Time to jack.博士、博士、このクラブは一体、このクラブはだの、はい、ウェアハウスというクラブなんじゃ。ここでの、はい、フランキーナックルズという DJ がいたわけなんだが、彼の DJ プレイの、やり方から、はい、ハウスミュージックの元ができたと言われてます。ちなみにウェアハウスというのはだの、はい、英語で、これ日本語に訳すとじゃな、はい、倉庫という意味でな、このウェアハウスのハウスからハウスミュージックという、言葉ができたと言われてます。それではの、まあ、こうシカゴなわけなんじゃが、はい、まあ、このハウスダンスがニューヨークに飛び火してニューヨークで発展していったダンスがあるんじゃ、それが、はい、ハウスダンスなんじゃ。見てみよう。このような歴史の上にストリートダンスシーンというのは成り立っておるんじゃ。
はい、うん、博士、おかげさまでめちゃくちゃ勉強になりました。うん、過去のダンスもたくさん見れましたしね。うん、博士、次は未来のダンスシーンが気になります。博士、あのデロリアンを使って未来のダンスシーンを見に行きましょうよ。一気よ、未来には行けないんじゃ。えっ遠い昔から今に至るまで全てはつながっており、オリジネーターと言われておる人でさえ過去から様々な影響を受けて新しいジャンルを作り出しておるんじゃ。過去からはたくさんのことを学べる。いや、しかしな、これからの、そう、未来のダンスシーンはみんなが作っていくんじゃ。あんなの1万円ちょっとで作ったタイムマシンなどなくとも、いずれ分かる時が来る。先人に学び、今の音楽を感じ、未来のダンスを作り出していくんじゃ。若者よ、ストリートダンスシーンはまだまだ始まったばかりじゃ。行くぞ。はい、博士。イッツ。行くぞ。はい。イッツジャストビガン。いやー、おもろかったなー。
い、来たはい、来たはい、というわけで今のがジャスピガー2010でした。今で大きな拍手、すごいね、ためになる、お勉強になるね、いいお話でしたね。さあ、あれニート君が帰ってこない。ニート君、どこ行った？ニット君、長いトイレやな。ニット君、ほら、遠くから声聞こえとるわ。あれ、ちょっと待ってね、言うとるわ、みんなちょっと待ってね。あれ、ちょっと待ってね。来た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 、どこ行ってたの。いやいや、ほにすまんのすまんの、じゃあごめんごめん。どうしたの、喋り方変わって。今リアルに間違えた。顔もえらい老け込んで。ああ、まずい、本当に遅いんだから。ごめんなさい、ちょっと、ね、もう早速もう続いてのコーナー行きたいんだから、本当に。はい、これヒントあったじゃん。ほら、もうむちゃくちゃですやん。バレとるやん。バレた。バレとるやないの。まっちゃんにバレた、本当に。さあ、というわけで続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、それでは行きましょう。続いてのコーナーはこちら。